ランドルフ軍はアメリカ合衆国アラバマ州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は22,913人であり、2000年の22,380人から2.4%増加した。軍庁所在地は微動医市であり、同軍で人口最大の都市はロアノーク市である。軍名は バージニア州選出アメリカ合衆国上院議員を務めたジョン・ランドルフにちなんで名付けられた。基本的にアルコール飲料の販売が禁止されているドライ軍である。ランドルフ軍は1832年12月18日にアラバマ州議会によって設立された。軍名はバージニア州で著名な政治家、ジョン・ランドルフにちなんで名付けられた。 1832年3月24日に締結されたカセッタ条約により、クリーク族インディアンから最後に譲渡された土地から作られた軍の一つだった。アラバマ州からペンシルベニア州に伸びるピードモント地域に入っている。最初の軍庁所在地は、ビッグ、タラプーサ川の西岸、ホジマントリプレットの私に1 8 3 3年に設立された。 現在のウィドウィからは西に約10マイルにあった。2年後の1835年、軍政員によって軍長がウィドウィに移された。ウィドウィは、軍の中心にあり、リトルタラプーサ川の支流沿いにあった。ウィドウィは、現在の町の近くに集落があったインディアンの州長、ワワーニーからその名前が取られた。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 軍域全面積は584.11平方マイルであり、この内陸地581.05平方マイル、水域は3.06平方マイルで、水域率は0.52%である。主要高規格道路鉄道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。R 軍内には微動遺構があり、タラプーサ川が流れている。ランドルフ軍高校。 バドリー高校、ハンドリー高校、ウッドランド高校が過去何度か週のアメリカンフットボール大会で優勝してきた。ありがとうございます。